えとその前のシリーズの時は比較的、まあ、スナップショットにその時もまだ近,か近い段階であの普通の写真のカメラと、まあ、ムービーのカメラを使いながら、まあ、そのタイムライン自体を、えーとまあ、検証していくみたいな感じのことをやってたんですけどうーんとまあやっぱり写真って そしてまあそういう時間とかまあそのいわゆるその点の状態みたいなものをあのどういうふうにこう視覚化しようかと思った時に軍写真ではなくて何かその瞬間的なものを1枚でえと表せるようなうんと作品ができればなということを思ってたんですよね。 まあその自分が撮影していくっていう行為であったりえと撮影していったその空間であったり撮影している時間であったりっていうものをうんとまあ平面にこう並べていくのではなくてその一枚の平面にえと重ねていくっていうことを。 えと考えて、えーとまあ、写真を単純にこう重ねるっていうところから始まったんですけども、まあ、最初に富士の原生林に行って制作をあの始めたんです。例えばその、まあ、空のその光の色というのが。 なんとで青いいのかととうことで、えーとまあ、下から見て空がなんで青いのかっていうことと上から下を見た時にうんと地球が何で青くなるのかっていうことっていうのが、まあ、その光の現象で、まあ、そういった、まあ、その同じ青っていうものが反射率で青く見えるだけであるっていうことっていうことを、えーとまあ、調べて。えーと 単純にそういう一つのその、えーとえー、一つのもの自体が、えー、と環境であったりとかその見る条件によって、えー、と変形していくことっていうこと結局はやっぱりその空自体みたいなもののその光が持つそういう、うん、性質的なものを まあ最終的に鑑賞者が見た、えー、ときに体験できるかどうかっていうことでもあると思ったんで今回その熱海野でやるときはやっぱりその一枚これまではその一枚でそれをえと作ることができるのかとか、えー、とを考えてたんですけどもまあ空間としてと切り取った フレーミングではなくて、まあ、もっとその、うん、ある種の,その作品を置く状態として、うん、空間を使って、うん、インスタレーションできればなと思ってああいうプランを考えました。 ちょうど3.11の時に、えー、と福島であったり、えー、と宮城に、えー、と撮影に行った時にヘリコプターが通る時にヘリコプターの写真を撮ってたんですよ。まあ、そのヘリコプターの写真を、えー、とたまたま2枚並べたら水平線みたいに見えるぞっていうことからスカイスケープが始まって。 時とも同,じ同じなんですけど、まあ、エアブルーはまあ縦の軸にこう重ねていくっていうことを特に考えてたやつやったんで、まあ、すぐにまああのスカイスケープの時はまあ横に並べようとかっていうこととかっていうのがえっとすぐにえっと思いついてなんでじゃあ水面が青いのかみたいな話のところにえっとちょっとこう戻っていって、えー、っとまあその空の話とえっと 海の話、あの水の青の話っていうのところがつながっていって、えー、とそのつながりでこうどん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 連作ができていったっていう形なんですね。その水平線の,その、まあ、空の部分と海の部分っていう、まあ、2つの、えー、と要素を、えーとまあ、実像と虚像、まあ、反射するものと。 元のそのものっていうものの関係性を考えて同じ写真を2枚並べるっていう方法にしてまあその時にその同じ写真でも撮影の入力のシステムを変えたりしたりとか。 えー、まあ指示体を変えたりとか、えー、することで、えっと、メディウムの違いであったりとか、えーとまあ、現象の違いとかっていうのを、えー、出そうと思ったのが、えー、っとスカイスケープとシートスケープです。 その空の写真を、えー、とスキャナーで揺らしながら、えー、スキャニングをした時に、えーとまあ、空の写真が、えー、と波,立波立ってる状態それが、えー、となんとなくこう海に見えるっていう何かその、えー、と実際的な関係性としてはないのかもしれないけれども。 何かしらのこうリンクすることっていうのが、えー、あるのではないのかなっていうことをバブってその音声、えー、と動画再生方式の,あの拡張子で、まあ、そういう、まあ、その動画であったりとか、えー、映像であったり音音とかっていうことを、えー、リンクがつながればいいなと思ってつけているタイトルです。 まあ空の写真を、えー、いろんなこう指示体を通して出力している時に、まあ、インクが、えー、指示体に全く吸収されない紙あの、まあ、単純にプラスチックであったりとかうんと、まあ、吸収されないようなコーティングをされている紙みたいなのに出力した時に、まあ、そのインク自体がもうそのまま。 えと紙の上に載ってるっていうような、えー、現象があって、まあ、それがもう完全に空ではなくても完全に水滴の,上水滴のような、まあ、そのインクになっているっていうところに、えー、と一つこう興味というか、まあ、つながる今までやってきたことの何かこう断片的なものを見つけて、まあ、それをそのままうん まあ水滴であるまあインクであるっていうこととしてえ写真を撮ったりえスキャニングしてるんですけどもその自分の頭の中でまあこれがこうなってるからこれをこうしたらこうなるやろうっていうことを思いつきとかアイディアっていうのはまあ大体失敗してて。 えっとまあその失敗した時に、えー、っと出てきたものうんとよくわからないもう何ものでもないものみたいなものがこれどうなってんやろうっていうところをもう一回こう再検証してじゃあこれとこれって、えー、っとああいうことになるんじゃないかとか、えー、っともっと,、えー、っと現象的なうんことであったりとかっていうこととかその。 物が持つ意味例えばそのその,その状態のことをまあ何て表彰するのかっていうことが、えー調まあ、その言葉の意味であったりとかっていうことを調べたりとかすると,うんと、まあ、作品自体じゃなくて、まあ、そのもの自体がその違うその世界とリンクしていくっていうこと。が うんと僕は一つの作品として面白いところであったりするので、まあ、それをえ最終的にえと一つのえ新しいものとしてえ提示するっていうのが制作のスタイルなのでその実験的ではあるけれども、まあ、全てうんとの作品がまあ実験でしかまあ僕の場合は成立しない。 ことでもあるっていうのが両方言えるなぁとはいつも思ってるんですけども。